例えば仮に自分自身がうまくなったとしてもたったっ一人じゃやっぱ多くの技術者が世に出ていかなければ意味がない。都市治療あるいは制服医療というのが世に認められるためには多くの,その正しい技術あるいは少なくとも患者さんに貢献できる技術を持っている人間がたくさんいるっていうことが重要であって。 一人二人上手い人がいたからというのはそんなほとんど意味を持たないんです社会では。だからいかにたくさんの人間がまあ正しい技術を使って正しい方向を向いて多くの患者さんを改善させるかということが重要であるということ。